かねすごい最近、うん、すごい見てるって大好評なんだよね。すごい言われる。すっごい見てるって言われる。いいのかなこんな番組で見てもらって。でもなんか一応好評なのかな。好評ということでね、いいんですかね。いろんなものを削ってね。ね。水に削ってね。よかったね、体張って。よかったですね。はい。ということで、この番組は私たち2人が特ダネ記者となってお呼びしたゲストの方の他では聞けないあんなことやこんなこと、もう暴露話を引き出していこうという番組になっております。はい。この番組は全6回収録がありまして、その6回でいいねを獲得した数に応じて私たちにボーナスをもらえる。はい、そうなんですよね。はい。さらにその6回の中で一番いいねの数が多かったゲストの方にも同額のボーナスを支給します。はい。なので本当にあの盛り上がった分だけ、うん、もらえるということで、はい、私たちもゲストもウィンウィンということでウィン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 で楽しくね、もう女子会トークみたいな感じでね風がそうそうそうすぐ動くから風がさもうすぐ動くから嫌なのよ。やばいからね毛がちょっとやばすぎてね、はい、すいませんけど、じゃあもうお呼びしましょうかね、その方を。今回この方です。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。これいいねが一番ついた人はボーナスもらえるって今聞いたんですけど。いやそうなんですよ。キムたちが増えた分に私知ったこっちゃねえわと思ってたんですけど、うん、自分ももらえるんですか。そうだよ、1位になったら。もう暴露話って私じゃないですか、うん、ね。いっぱいいっぱいある話していただけるんでしょうか。もちろんです。わー楽しみ。特に NG も特にないので。じゃあもうちょっと私あの琵琶湖さんのこと意外と知らないこともたくさんあるので。そうだよね、あんまり共演することが、機会が今までもお会いしたことはね昔から何回もあるんですけど、そんな回数がないので、うん、すごい知りたいです私琵琶湖さんのことを。全部知ってます大体分かって大体分かっておいて改めて聞く感じ。改めてあったあったあったあーそんなことあったな楽しみでございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで今回も3人で並びで楽しくっていきたいと思います、はい。はい、ということで実践台も決まりまして打っていきたいんですけど、今回あれですね、全員違う機種で珍しいよね。初じゃないですか、うん、あ、そうなの。初ですね、まあ、あんまり関係ないですけど打ってる台のことは、うん、ということで、楽しみに打っていきたいと思います。はい。それで早速なんですけど、まずはあの、まあ、琵琶湖さんのことを知ってる方はいっぱいいるんで改めて聞くまでもないんですけれども、はい、まずあのじゃあ初歩的な質問からいかせていただきます。よろしくお願いします。もうデビューが一生分の2003年ということで、もう20年ライター歴になるということで。2003、そうですね、あのリンが生まれた頃なんで、生まれるちょっと前だって2002ぐらいかな。あ、そうなんですね。ということでデビューのきっかけを改めて教えていただけたらと思います、はい、ただ旦那の友達が一生分に勤めてて、はいはい、それで、することなかったからちょっとパチプロっぽいことを東京出てきてやってたから、毎日こう打ってた感じだったんですね、パチンコは。そうです。それで、もともとパチンコは好きで打たれてて、でそこっていうかね、20から27ぐらいまでパチプロっぽかったんです。あ、じゃあもう、生活のためにも。そう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 。じゃあ元旦那さんの、まあ、関係でタトゥーの出版に入られたっていうことで。そう。じゃあパチプロはあんまりこうずっと続けるつもりではなかったって感じなんですか。なんかな、なんやろ、その時にその文章を書くことがすごい好きで、だったらみたいな、文章も書きつつパチンコを打てるんだったらうちの会社おいでよって言ってくれた人がいて、で面接に行ったってことです。あ、そうなんですね。もう琵琶、君は出身どこなんだいって編集長に言われて、
前田さんって言うねんけど、はい、滋賀ですって言ったら、じゃあ琵琶湖でみたいな。そこら辺だったんですか。琵琶。やっぱこの業界の名前ってすごい適当じゃないですか。適当。私もなんか昔のポコビっていう名前も本当適当だったんで、なんかもうちょっとさ可愛い名前つけてほしかったのに、なんとかちゃんみたいなさ、香り気欲しいみたいな。ああ可愛い香り。あれ可愛いよね。琵琶湖ってみたいな。でもなんかちょっと考えさせてくださいとかもなかったんですか。いやだってそんな右も左も分からんところで、うんうん、あ。そういうもんなんだと思っちゃって。でも辰巳って大体編集長につけられる、そうだよね、つけられるよね。そうなんだ、まあ、今はこの年齢でもさ使える名前だからよかったなって今は思う。なんとかちゃんじゃなくてよかった。なんとかちゃん星、なんとかちゃんハートで、琵琶湖ってさあのたまに地方とかで行って おじちゃんおばちゃんとかが名前で思ってる人がいて、本名？違う、そんなおばあちゃんみたいな名前じゃない。本名マキコさんですよね。そうですよ、ね、あんま大差ないけどね、リアコンマキコ。ここだけ合ってる感じ、ね、ここだけ合ってる。でもその前に北新地のクラブ1日でクビだったんですか。クビっていうかね、雇えないって言われて、はい、うん、だからそもそもパチプロになったきっかけが、はい、私二十歳からあの高見沢さんに会いたくて、あ、はい、そのコンサート業界に勤めてたの。あ、音楽業界ってことですね。そう、音楽業界で2月と、9月かあんまりコンサートの本数がないのよ。かといってライブもたまにポンポンって入ってくるっていうか、うちだと今の職業と似てるっていうか、たまにポンって飛び込んでくる仕事があるから日中の仕事ができないじゃん。確かに日中のバイトができなくて、自分が聞くような仕事じゃないと。そうだったら夜はさ絶対働けるから、だから北新地に行ったの、アルバイトに、はい、そしたらそこのママが体験入店したんだけど、はい、終わってから1枚ぐらい渡されて、はい、まあ、体験入店の時期をもらって、うん、あなた、この世界向いてないから、やめた方がいいって言われて。1日で、うん、何を見たんですか。1日で分かんなくなるで、今思うに、うん、私さちょっと惚れっぽいじゃん、うんうん、あ、惚れっぽいですか。惚れっぽい、だからそのママは惚れやすい性格だから夜の商売向いてないと思われたのかなって今になってそう思う。あ、すぐ本気になっちゃうってこと。そうああいうお仕事ってさ好きになってもらってお金を引っ張る仕事じゃん、疑似恋愛みたいな感じですよね。そうそれ逆になっちゃうパターンだと思われたんじゃないかなと。自分が貢いじゃうみたいな。そうもうタダでいいから来てみたいなこととか言いそう。それでどうしよう家賃払えないと思って、うん、はい、とぼとぼ歩いてたらパチンコ屋さんの新装開店の上りが見えて、うん、でここに何かあるんじゃないかなと思ってでパチンコ屋さんに入ったのが初めてのパチンコで。へえ、一人でじゃあパチンコ打ってみようみたいな感じか。なんかおじさんたちとかさ朝並んでんじゃん、うん、並ぶっていうことは何かある、うん、あのお金になるんじゃないかなって、うん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 、パチンコしてたわけじゃないのに一人でフラワーって入ってパチプロになったってことですか。そう、まあ、で勝ち方をそこのなんか常連の若い子に、はい、今はさもう無制限だけど、なっちゃんとか平山は分かんないかもしれないけど無制限札を取ったらもう勝ちだったのよ。へえ、めっちゃ回るわけよ。へえ、確かに回ってもらわなきゃ困りますよね。そうで戻し帰りも、うんうん、あの時6個とか7個とかやから、まあ負けない。じゃあまあ玉持ちがすごかったんですね。うん、へ、面白そうだな、負けのパチンコ。でコンサートの仕事もしつつパチコロしつつで、コンサートの仕事でまあ娘の旦那じゃ、娘のパパ、はい、トシヤ君に出会って。結婚して東京に移動してっていう感じかな、うんうん、
じゃあ高根沢さんには結局会えたんですか。会えましたね。え、それどこで会えたんですか。あ、現場で。コンサート、コンサートのいろんなコンサートに行く仕事だったんですよ。はい。でさ、入って3年目ぐらいにようやく会えたっていう。それあの見れただけなんですけど、なんかちょっとするんですか、スタッフさんって。もちろん。え、どういうことするんですか。まあなんかステージドリンク用意したりとか、食事用意したりとか、その楽屋設立したりとか。え、お話とかはできるんですか。何で召し上がられますかとか。おう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 。え、どうでした。いやまああんまり思い出したくないっていうか。なんで。なんでですか。正直あんまりいい人だとは思わなくて。そうなんだ。やっぱスターだからですかね。いや多分それ人それぞれで、はい、私の中ですごい髪は、ガクトさん。いい人。いい人。どんな感じだったんですか。なんかすごい下っ端にすごい優しくて、で物販ってあるじゃん、 T シャツとか売ってるブース、はい、そこにもわざわざ出かけ張って楽屋入ってから、うん、今日はよろしくねみたいな、うん、皆さん頑張ってね、大変だろうけどみたいな、優しい、めっちゃ優しい。だからなんか意外ですね。ガットさんとフミヤさん、藤井フミヤさん、藤井フミヤさん、はい、あ、フミヤさんはなんかいい人そうな、そう確かに普通にかな。あの二人がすごい自分の中で神。へえ。下っ端 に優しくするってすごいなって、うんうん、確かになんか調子に乗っておかしくないですもんね、うんうん、そう有名な方だから。逆にその本当最低な感じの態度のましたこれ。紅白歌手。そうそう、あいつだけはもう絶対許さない。何があったんですか。そんな本人が悪いわけじゃないかもしれないんだけど、うん、お犬様が連れてきてて、ペット、うん、でペットのためにすごい広い楽屋を 使わないといけなくて、でそもそもスタッフさんたちもいっぱいなわけよ、うん、あの手のクラスの人だと。確かに。そしたらスタッフさんがすごい狭い部屋に追いやられて、お犬様がすごい広い部屋使うじゃない、うん、でしかもこっからが問題で、そのお犬様の加湿器、まあ、本人の加湿器もそうなんだけど、本人の加湿器がなんか6台ぐらい、喉ですか、喉の台か、でお犬様にも3台必要で、9台。お犬様別学園ですか。別学園、やばいですよ。でさらにその加湿器の水がボルビック指定だったのよ。はーみたいな。嘘でしょ。はーって思って、でその時私が現場担当だったから、その時の責任者とか、その楽屋の責任者だったから、私がクビになってもいいからとりあえず水を普通の水道水でいいって。おお、こんな犬に犬っていうのは失礼やけど、まあまあでもね、ちょっと人間だとしてもちょっとボルビックは、いやしかも分かんない絶対、分かんない、なんか意味あるのかなって思って。でお金がかけられてるわけじゃない、経費っていうのを預かってて、うんうん、そうすることによってスタッフさんたちのそのお弁当の内容とかが質素になるのが嫌で。そうなんですか。それは確かに、まあ、ボルビックごときでそんな金額変わんないけど、だったらちょっと一段階なんかね、あったかいお味噌汁とかつけてあげたいわけじゃん。って言ってそういう置いたをした、置いたっていうか、まあ普通の水にしたんですか。した。え、バレなかった。バレなかった。え、じゃあ別に人柄がとかじゃなくて、そうだね、そのなんか無茶ぶりというか、うん、そうだね、人柄ではなくない、本当はもうとってもいい人かもしれないけどね、うんうん、そういうことが結構いっぱいいろいろあった裏方さんのお仕事だったってことかな。じゃあ一番かっこよかった、可愛かった人とかいますか。あゆ。実はあゆ、あゆ見たんですか。見ましたよ。全盛期ですか。全盛期。うらやましい。
え、絶対可愛い。いや、めちゃくちゃ世界一可愛いと思ってたの当時。うん、いや世界一でしたよ。じゃあいつぐらい？チックのピンクのやつ着てる頃。チックのピンク。歌なんだろう。何年？2000年ですか？うん、うん。ショートカット。ショートカットだったかな。じゃあ N とかそれぐらいかな。N かシーズンしか。あ、そう、そうシーズン、そうそうそう。じゃあ最高な時だもん。めちゃくちゃ可愛い。羨ましい。あとともちゃんも可愛かった。ああ、可愛い。あ、かな。あ、これ当たるやつや。でもね、時給700円とか800円とかだった気がすんな。朝のね、大きいとこだと朝の、だ前の日からだか、夜中に楽屋作ってみたいな。でもたまにアラームついてない。え、美和子さんの、はい、あ、ガイタレの話、ビール運ばせたんですか。私その時ちょっと英語喋れてたから、割とガイタレに回されることが多くて、でも私そのあんまり外人の方の、うん、なんていうのかな、顔分かんないじゃん同じじゃんみんな、あ、詳しくないと、そう詳しくない、あ、確かにあのぐらいは分かるけど他のメンバーが分かんなくて、はい、あ、で他のメンバーが分かんなくて、まあいいやと思ってその上手とか下手にこうステージドリンクを運んでたの、はい、クーラーボックスで重たいなと思いながら、はい、そしたら外人がお姉ちゃんどこ持っていくのって言われて、いやステージの紙、外人が外人が、ああのステージに持っていくねって言ったら、じゃあ、重たいから僕運んであげるよって、優しい、言ってくれて、でその音響さんとか楽器の人とかも結構外人の方が多いから、私はスタッフの人だと思ってて、ああダメだった、スタッフの人だと思ったから、ああどうもありがとうって、で一緒にこう、うん、私がタオル持ってその人がクーラーボックス持って歩いてたら、うん、そしたらその現場監督っていうか社長が、お前誰にクーラー、あのクーラーボックス持たせてんねんってめっちゃ怒られて、あ、えっつって、うん、この人誰なんみたいな。そしたらそのメンバーやったって話、優しいですね。そう、そしたらその外人の人が、いや僕が持つって言ったんやから、優しい、あのこの子は悪くないよって、優しい、優しいよね、うん、なんかスターなのに優しいと本当に嬉しいですよね。そうなのよ、しかもだって大スターですよね。だってもうその人はね、あ、なんか当たってわーみたいなないのね、この番組当たりました。いや一応皆さんあの自腹なんでね、一応ね本当に全然自分のお金で打ってますから、ね、ちゃんと打ってますから、勝ちたいは勝ちたいよ、そう勝ちたい、勝ちたい、勝ちたい。あれダメなのか、うわダメだった、あなっちゃえばダメだった、 50% 取れず、ダメ、 50% ありゃー。ちなみに黒夢の清原さん結婚式で歌を歌ってくれたんですか。そうなのよ。え、どういうことなんですかそれ。それが私の旦那、元旦那がキャールさんのマネージャーさんで。そうなんですか、うん、すごい。四六時中一緒にいるような旦那がね、でその旦那と結婚することになって、じゃあなんか一曲マッキーのため、マッキーと呼ばれて、マッキーのために一曲作ろうよって言って作ってくれて、作ってくれたんですか。そう、すごい、これはやばい。自分が病んだ時たまにその曲聴くよね。それはもうプレゼントですもんね、もう、うん、すごいプレゼント。その曲は世に出てない。出てる、アルバムの1曲。出てるんですか。出てる出てる。曲名がっていう曲です。聴いてください。すごすぎる。すごい。
の原因とかもし差し支えなければ、なんで離婚したんだろうね。なんか、まあ、向こうが、はい、やっぱりツアーとかで家にいなくて、家にいることが本当に1ヶ月に何数日しかなくて、で私がまあね、リン生まれてるからワンオペじゃん。で、そう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 だ、彼がやっぱりマネージャーだからモテんのよ。マネージャー関係なくない？いや違う違う、あのマネージャーと仲良くなって本人に近づこう作戦。ああ、やだ。そんな嫌だってよ。いや、あるあるよ、あるある。そうなんですね。あるある。 A ちゃんはその元旦那さんと付き合って、そうそうそう、本人に会って、そっちに行こうってこと？そう、まあ、会わせてもらえる可能性があるわけじゃん。二段階システム。そう、ひどい。パチンコでよくある。うわ、浮気とかじゃない、モテるの関係ないんですか？まあ浮気も浮気だ、浮気か、やっぱり一番許せなかったのは。お子さんとかって今でもあったりするんですか、その元旦那さんと。娘と、はい、パパ、はい、合ってる合ってる。あ、結構頻繁にそれは離婚してからも合ってるんですか？あの子は合ってるね。私は合わないけど。あのさ、離婚届出しに行ったらどっち？あれどっちだっけ？あ、私かもしれない。私かもしれない。私もちょっと今一瞬どっちだっけと思って。あれさ、区役所行ってさ、はい、私も渡した方なんだけど、はい、そしたらもう秒で、はい、はい、お疲れ様でしたみたいな。ああ、ね、あっさりあっさり、うん、全然普通なんか、はい、お疲れ様でしたみたいな。ってそれだけなみたいな。普通の転居届とかみたいな感じで、そう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 、でお疲れ様でしたって言われたから。いや、結婚生活に対してのお疲れ様でしたなの か、 どういう意味なのかですよね、分からなくて、うんうん、ちょっとね悲しくなっちゃった。でも確かに私本当早く離婚したくてしょうがなくって、うん、やっともうよしこれ出せば離婚だと思って、うん、そういう気持ち今出したんですよ、うん、出した後にやっぱちょっと悲しくなりましたもん ね、こんなつもりで結婚したわけじゃないのになみたいな。で後悔じゃないけど、でもグッときましたね、その日だけは。そうだよね。そのあと1時間後ぐらいは出した後に感傷に浸っちゃうよね。そう、うん、なんか実感が湧くというか、うんうん、こんなつもりじゃなかったのになみたいな。本当なんか紙切れで繋がってたんだなみたいな。本当そう。だからこれから離婚届出される方で思っといた方がいいですよ。本当に秒で、はいはいはい、どうもみたいな。本当に作業。作業、うん、作業。作業。彼氏さんとして有名なのはやっぱり。ロン毛。別れた子理由とかっていうのとか聞いて大丈夫ですか？あ、ロン毛。ロン毛はなんかロン毛からなんか急に、まあ、あの人が悪いみたいな感じになってますけど、私のが悪くて、本当はロン毛と付き合ってる間ですよ。でオンラインゲームセンターガポリ、ダウンロード不要でパチンコ、パチスロの機種ややりたかったゲームが勢揃い。ゲームに勝ってお得に商品をゲットしよう。みんなで遊ぼう。